気がついた。今はもう同じ武蔵野出身なのに涙が出てくるかと思った。武蔵野、東村山ね、所沢。所沢、嫌な所沢。いやいや、一応これ畳だからさ、靴は脱いでもらえると。嘘嘘じゃなくて、えそのカツラもやめて。あら、アメリカ人だから。誰かよ。私、嘘、もう慣れてないから、畳とか。ダメこれ、靴カツラも、分かっちゃうよこれ、カツラって。分かるよ、そんな話さ。カツラにしか見えないもん、私。驚いたわ。やだ、やだ、やだ。何をおっしゃい。普通ほら、あるだろ、もっと焼き団子とかさ。何をおっしゃいましょう。手打ちうどん。ここに来るに至っては、ね、いろいろ考えたんだけど。何、どうこの服、ジーンズよ。これおしゃれだよね。これなんかアンティックみたいな。ね、これ江戸初期にあったやつみたいよ。ないよ、江戸初期は。2枚50万です、赤耳だったから。東村山の歌を作ってたじゃない、歌ってたじゃないですか。そうそうそう、あの狭山茶どころなんとか、なんて情けが熱い。そうそうそう、いいことばっかり言ってるから。そうそう、私所沢隣に住んでて、いやそう違うなと。ダメかじゃ立てないよ。いやいやいや、あんなこと歌ってるけど違うなと思ってたわけ。東村山は真実を歌わねばと。聞いてみましょう。東村山、東京の外れ、大外れ。この大外れってどこがいいでしょう。ここがなかなかないもんね。はい、出だしが。東村山、東京の外れ、大外れ。いいとこどこにも何にもない。住んでいる春秋だって止まる、乗り越しすると川越だ、埼玉県の隣、東京都の仲間、東村山、夢の街。